アッシュレイディオ。さあ、始まりました。おはようございます。はい、おはようございます。皆さん、おはようございます。これ、朝一から聞いてる人どんだけいるんですかね。いや、どうなんだろう。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。さあ、行きましょう。アッシュレイディオ聞いて元気出していただいて。最近話題の、コロナウイルスについてちょっとご質問が来ました。ああ、いいですね。はい。最近のコロナウイルスはどう思われますか？経済のダメージも深刻ですし、プロ野球、J リーグなどスポーツ業界、エンタメ業界も自粛です。オリンピックも開催が怪しい。しかし、未だに毎朝満員電車で政府の対応に疑問ですと。鷲名さんの見解が聞けたら嬉しいですと。私としては5月にはどうせ収束しているだろうと予想しています。ちなみに、昨日ですが成田空港はガラガラでした。通っているジムも人が少なく感じます。というコロナ、最近どうビーツは毎日満員ですけどね。コロナ知らずですね、あれ。すごいっすね。本当に自分が作ったジムかなっていうぐらいすごいっすね。まあ、コロナウイルスに関して気になった点はいくつかあって、うん、一番は厚生労働省の職員がダイヤモンド号に入って90人ぐらい検査受けずに帰ったじゃないですか。あれが一番気になりましたね。要は厚生労働省からしたら、ダイヤモンドプリンセス号、ダイヤモンドプリンセスで合ってます？はいはいはい。ダイヤモンドプリンセス号をあんな何十日も缶詰したわけじゃないですか、うん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 、にもかかわらず、そこから出て霞が関に帰る職員に関しては検査をしなかったって、どう考えても矛盾がありません。おかしい、おかしいですよね、これなんで検査しなかったと思います？なんで？はい、忘れちゃった？いや、もう感染してるからなんですよ。あー、なるほどね。 100% 感染してるからなんですよ。あ、だから検査しちゃうと、はい、厚生労働省のお偉いさんいるじゃないですか。あー、大臣、よく大臣の人、あの人もコロナですよ。100%だけど、霞が関はもう全員コロナかかってますよ。ああ、だけど検査しちゃうと、はい、全員陰性、陽性か、はい、ってなっちゃうから検査しないと。そうです。で、もう今日本はほぼコロナウイルスです。うん。で、もともとは検査キットを用意するみたいな話もあったじゃないですか。うん。でも検査キットが今ほぼ出回ってないじゃないですか。あれ何だか分かります？で、検査しても意味ねえか。違うです。検査したら全員コロナ出ちゃうんです。あ、で、日本政府も中国もここまでコロナっていうのが問題視されると思ってなくて、実は。うん。中国だけでとどめようと思ってたんです。うん。まあ、その話はちょっとまた後でしますけど。うん。で、今検査したらみんなコロナって出ちゃうから、うん、これみんなコロナって出たらなんかもう本当にやばくねえかってなっちゃって、今検査ちょっと一旦やめようっていうのが政府の動きなんですよ。うん。だからその検査をしてないとかいう理由を政府は今話してないじゃないですか。うん。だ、それはみんな陽性になって、うん、ああなっちゃってるからやべえなっていう。そしたらもう全部止まっちゃうっていう。はい。うん。で、あともう一個は、まあ、リスクに関してなんですけど、うん、リスクってのは発生確率なく発生規模だっていう、うん、要は感染するかどうかっていうのはそんなに問題ではなくて、うん、感染したらどうなるかっていうのが一番問題なんですよ。うん。で、コロナウイルスって感染してもちろんその年寄りの人は肺炎で亡くなる方っていうのはもちろんいるんで、それはしょうがないんですけど、うん、健康な方っていうのはかかりにくいっていう話はあるじゃないですか。うん。それ僕も専門家ではないんで分かんないですけど、うん、って言った時に厚生労働省の大臣 の雰囲気を見てると、コロナってかかっても大丈夫な病気なんですよ。うん。そう思いません？だって自分死なないよみたいな、ね、自分がコロナかかってるのに平気な顔してるじゃないですか。うん。ってことはコロナって問題ないっていうことがもう科学的にも明確に立証されてるんですよ。うんうんうん。これどういうことかっていう。うん。どういうこと？でも報道ではめちゃめちゃ過剰じゃないですか。うん。だから誰かが稼ごうとしたりとか、なんか裏の目的があるんですか。マスク業界いや、そんな話ないです。マスク業界はめっちゃラッキーだと思います。あ、僕の想像ですけど、多分ですけど、中国が自分たちでばらまいたんですよ。はい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 。中国で人口半端なく増えて、うんうん、要は家族で言ったら子供が増えすぎたんですよ。うん。そしたら親食費かかるじゃないですか。うん。だからあんまりなんか中国の人たちにお金渡したくないんで、自分たちが稼ぎたくてもっと儲かるビジネスに投資したいんですよ。うん。って言った時に、どうやって合法的に国民を殺そうか
っていうことを中国がマジで考えたんですよ。って言った時に武漢っていうちょっと外れにあるところでウイルス勃発させて、そこら辺の人口を全員生きてるんだけど死んだっていうことにしとけと思ったんですよ。あで中国の内部だけで留めておくはずだったんですよ、その情報とかも、うん、っていうことがアメリカにバレたんですよ。はい、いや中国っていうのは自分たちの子供をあのもう上海とか以外のも田舎のところで全員殺したことにして、うん、お金を回さずに自分たちのビジネスに使おうって考えたんですよ、うん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 、そしたら中国はもっと儲かるじゃないですか、うんうん、投資できるからっていうのをアメリカが気づいちゃって、うん、中国内部にいるスパイとの連携で、うんうんうん、そしたらアメリカからしたらえ、中国こんな悪いことしてますよ皆さんって言わずに、うんうん、武漢肺炎があれ海外ではコロナウイルスって言うのは武漢肺炎って言うんですよ。日本だけですコロナウイルスでちょっと気を使ってるの、うんうんうん、で武漢肺炎がやばいことになってって言って中国のせいで今世界中がやばい、うんうんうん、だから中国とかその周りの諸国はマジであいつらは悪だってさせたのがアメリカです。うん、なるほどみたいな感じです。うん、で日本はそれ中国とアメリカ の隠れ戦争に、うん、ただ被害被ってるだけの島国で、はいはいはい、だからそろそろなんかあの日本の環境ベトナムとかタイとか、うん、フィリピンとか日本の観光規制みたいなの結構あったりするんですよ。で中国もまさかここまでやべえことになると思ってなかったんで、うん、今ちょっと政治的な事態の収拾に困ってる感じですよね。でもここで中国がワクチンとか出したもんならもうアメリカなんか黙ってないんで、うんまあ、またそれで金儲けかみたいになっちゃうんで、うん、多分さすがに中国はここでワクチンの販売とかできないと思いますね。だから本当は中国はもっと死者数を何千万人でカウントしたかったんですけど、うん今まだ2000何人とどめてるじゃないですか。だから中国はちょっと作戦失敗しました。壮大な計画、はい、これちょっと失敗ですね作戦。あで結局この後の報道がどうなるかっていうとコロナウイルスっていうのは、風邪と同じような症状なんで休んで安静にすれば問題がありません、うん、だからワクチン出ないですよ、うん、問題がありませんっていう話になって収束します、うんそれがまああと1ヶ月から1ヶ月半で、さすが日本で、オリンピックが開催されないってなるとちょっと国際問題になっちゃうんで、うん、中国もそれまでにそういう報道を出して日本もコロナウイルスは実はそんなに問題なかったっていう報道を出します。そうするとダイヤモンドプリンセス号だけがじゃあなんでそんな状態でこんな監禁したんだっていう問題だけがちょっと残って、うん自民党はどうなってんだったって自民党が解散するってい っていうシナリオですよ。あ見えてる多分ですよ。大体悪いやつとか国が考えることが多分そんな話です。うんで今ちょうどよくなんか安倍さんのなんか桜を見る会が何とかで穴ホテルが何とかっていうのもなんかうまくあるんで、うんうんなんかちょうどいい感じになるんじゃないですか、ね、ああなるほどね、はい、まあ結論どうでもいいですけど。ただそれによってなんかそのいろんなところがイベントを中心にしてるっていうのはすげえかわいそうですけど、ね、そうですよね。ちょっとこれは風評被害でかすぎますね。うん早くちょっと国としても報道をちゃんとした方がいいですよ、まあ、真実を早く伝えた方がいいですね。そんな問題ないっすっていうやつ。うんだちょっと思った以上にでかくなりすぎちゃった。昨日もね、なんかライブが中止になったりとか Perfume とかね。そう3時間前だったらしいです。開演それもう3時間前みんな集まってるじゃん。そうで意味ねえじゃんっていうね。集まってるのに解散するね。まあ、それはそれでいろんな利益、まあね、不利益あるんですよ。それ中止にした方が儲かる人がいたりとか中止にして損する人ももちろんいますけど、そういう小細工とかもうしょうがないじゃないですか。ただなんかまあ上場企業とかがそういうのやっちゃうとなんかコロナウイルスの対策をしてないのかみたいな社会的責任を問われたりするんで、まあそこは難しい問題ですけど。いやこれはちょっと世紀の大誤算ですね、中国の。はい、だって誰も
コロナウイルスが何だかもよく分かってないし、コロナウイルスって本当にどれくらい死んでるかも全員知らないわけだし、なんでコロナウイルスがばらまかれたかも分かんないわけだし、コロナウイルスにかかったことない人は騒いで、コロナウイルスが何とかで騒いで、マスクが売れて喧嘩する人が出てきてるのも分かんないし、これ数年後に映画になるんじゃないですか。全部嘘だった。でっち上げ、今ね、花粉も重なってますからね、マスクない人、花粉症の人がきついっすよね。あ、だから花粉症の方がコロナウイルスよりも花粉症の方がしんどいと思いますよ、症状として、いや、そうですよ、鼻水と目と、そうですよね、まあ、あとはなんかそのマスクなんて意味ないみたいな人も言いますけど、意味なくはないですから湿度とかね。ああ、でもそのからなんかインフルエンザはもういなくなったらしいですよ最近。ああ、日本人が手を洗いすぎだもん。そうそうそう。手洗いうがいをしたら意外と感染しないことが判明みたいな。なんかそういうのに関してはみんな見えないものを戦うんですけどね。ああ、そうですね。はい。だから結局エンタメですよ。みんなやっぱエンタメがやっぱ好きなんじゃないですかね。あ、コロナどうなってるんですかって言って脈を上げたいんですよ。うん、で生きてる実感を得たい。うん、全員ビーツ来たらいいの。ドキドキしたいんだ。はい。だからもうコロナ対策はビーツですよ。結論。はい。いや本当そう。世界のほぼ全てはもうビーツで解決しますよ。うん。僕は本当に社会課題を解決するためにビーツを作ってるんで、まあコロナに踊らされるなっていうのもあんまり好きじゃないですけど、だからこういう時に何が目的で、誰が稼いでるのかっていうことを考えられればいいですけどね。ちょっと中国やりすぎましたね。でバレたっていう。コロナビールとか影響あるんですか。それ面白いですね。逆に売れるんじゃないですか。逆に、はい、コロナといえばなんですコロナビールってメキシコのビールか。コロナビールってさ、なんかコロナかコロナホテルとかあるらしいじゃないですか。へえ。やばい、やばいですよね。コロナホテルはやばいですよね。コロナホテルに泊まってみたって YouTube を絶対出てくると思う。っていう感じで本日は、はい、ありがとうございます。